動画をご覧の皆さん、こんにちは。ライフガレージのライフです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回もライフダンクの整備を進めていこうと思います。もうサムネ等見ていただいてるんでね、お分かりかと思いますけど、フロントブレーキのオーバーホールをやろうと思います。で、今回はフロントブレーキをオーバーホールするんですけど、リアブレーキに関しては、まあ、ドラムなんですけど、この中身に関しては以前ですね、リアアクセルのブッシュを変えた時にリアアクセルごと乗せ替えているので、まあ、その時にブレーキもね、一応見直して、ブレーキホースなんかも変えてですね、乗せ替えを行ったんで、リアに関してはやってあるんですけど、まあ、これフロントなんですけど、まあ、当然あの車検とかね、そういう時には点検はしてますけど、まあ、特にオーバーホール等はまだ買ってからですね、車中古で買ってから行っていないので、まあ、今回やっていこうと思います。ただ意外と程度が悪くなくて、ローターなんかもまあまあ減ってますけど、あとパッドなんかも実は結構あるんですよね。で、まあ後回しにしてきたんですけど、まあ、今回ちょっと思い切ってですね、まあ、せっかくブッシュ等を徹底的に変えたので、まあ、フロントブレーキも徹底的に変えてやろうということで、ここにあるものを揃えました。実は1年ぐらい前からツイッター等では散々出してるんですけど、ずっと手をつけてなくてやろうと思います。で、今回まあローターから、まあ、パッドから、この辺はまあキャリパー関係の細かい部品ですね。キャリパーのピストンとか、あとはまあ細かい部品と、まあ、あとはブレーキホースなんかも全て変えます。で、ここにですね、中古の今回キャリパーをですね、まあ、ブラケットごとなんですけど、購入しました。まあ、当然、まあ、普通であれば今ついてるものをオーバーホールしてまた乗せれば普通にねいいんですけど、ちょっと今回は、まあ、せっかくなんで色でも塗ろうかなということで、まあ、キャリパーとブラケットですね。で、ちょっと乾燥とか作業的な問題で今ついてるものをバラすとね、車は動けなくなる時間がちょっと発生してしまうので、先に中古で買ったキャリパー、これをですね、もう色塗ってオーバーホールして仕上げてから今ついてる車両のものですねと変えてしまおうという作戦でいこうと思います。なので、まあ、自分でリビルト品を作るみたいな感覚かな、でやりたいと思います。で、動画も何本かにちょっと分けたいと思います。今考えてるのは3本ぐらいかな。で、今回はこのキャリパーですね、バラして清掃して色塗るところまでやりたいと思います。で、次回ぐらいでキャリパーの中身組んで、最終的には3本目の動画ぐらいでこれ全部一式変えようと思ってるんで、その時また部品に関しては使う時ですね、細かく紹介していこうと思います。とりあえず今回使うのはこの中古のキャリパー2個なんですけど、これはヤフオクで中古部品ですね、それぞれ、これ向きあるんで左右2000円ずつぐらいかなで購入できますね。まあ、中身の状態をちょっとこれから開けてみないと何とも言えないんですけど、まあ、そんな感じで進めていこうと思います。それでは早速バラしていこうと思います。まあ、先ほど見ていただいたように部品で買った部分もあるんで、そこはもう廃棄してしまうので気にせずガンガンバラしていこうと思います。まずはキャリパーですね。キャリパー本体はここで、これブラケットに、実際に車両ではこういう状態で外れないんですけど、まあ、中古部品なんで組んであるので、キャリパーとブラケットをまず分けてしまいますかね。ここの部分です。さすがに手じゃ回んないね。まずはこのスライドのピンのとこですね。で、ここ周りの目、内が14でナットっていうか六角になってるんで、周り止めしながら緩めます。よいしょ。まあ、程度にはよりけりだと思いますけど、もうヤフオクで中古のキャリパーって検索するともう山ほど出てきますね。うるさいからちょっとカットしましたけど、こっち側めちゃめちゃ硬くて電動インパクトで緩めました。固着してたかな、ちょっと。
そしたら次この14、これブレーキホースですね。まあ、中古部品なんでこれ途中で切ってあるんですけどね。だからこのブレーキホースはもう使えないですね、まあ、当然。よしと、ここはそんなに硬くなかったですね、さすがに。これで取れます。まあワッシャーなんかもあるんですけど、まあ当然これも買えますけど、回収しときます。あとはエア抜きのこのバルブというかニップルというか、これを外します。よいしょ。ここもさすがに硬くはなかったですね、そんなに。このニップルなんですけど、この細いね先端の穴からフルードが流れてきて、まあ詰まったりとか、まあいろいろこのネジ部が錆びてると磨いたりとか、いろいろ気を使う部分ではあるんですけど、まあ漏れとかにねつながるので、今回は新品を思い切って用意してあるんで、これももう外してこのまま廃棄してしまおうと思います。まあそしたら、まあ細かい金具とかはあるんですけど、まあ基本的にはこれでブラケットとバラして、外すものは外れた感じですね。おっと、フルードが出てきますね。もう片方あるんですけど、ちょっとカットします。同じことをやってバラしてしまいます。それではみんな大好きアストロのチラシを下敷きにしてやっていきますかね。さらにバラしていきます。金具ここですね、ついてるんだけど、まあこれも買ってあるんで、さらに外しちゃいます。ブラケットの方ですね。まあ上下ついてます。これはいらないです。今回は捨てます。ピンを抜いていきます。スライドピンですね。でも当然こういうゴム類も オーバーホールのキット買ってあるんで、入ってるんで変えちゃいます。まあ、グリスはこんな感じで、まあでもちゃんとグリスは塗ってある感じかな。さすがに錆びて固着してるとかそういうことはなかったですね。大丈夫ですね。さすがにまあピンは買ってないのでこれは買えないです。いらないところは避けていきます。ブレーキホースもいらないですね。このボルトは板状ボルト、接続のボルトですね。これは使います。でこれも穴が開いていてフルード通っているので、これも後でしっかり洗浄してやります。まあ、ブラケット側はこんなところかな。バラせました。ややこしいので不要なものは何しろ避けておくと。さあキャリッパー側です。フルード出てきますね。ここにも、まあ、スプリングみたいなこの金具ですね、入ってるんですけど、まあ、これも一応まあ綺麗で全然使えそうですけどね、まあ、いくらもしないものなんで、新品買ってあるんで、これも今回は買えます。外していきます。若干知恵の輪だけど、取れました。さあ、いよいよそれでは、気になるピストンですね。抜いていきます。で、まあ、ここだけはちょっとエアーをですね、使って、ピストン、抜いていきたいと思います。まあここまでは普通の工具でできるんですけど、ここだけちょっとエアが必要ですね。さてそれでは抜いていくんですけど、一つ訂正がありますね。間抜けなことをしておりました。これさっきのエア抜きのニップル外したと、ここからエアダダ漏れになるんで、ここからエア送っても同じですね。それと一応これせっかくブレーキホースあったんで、ブレーキホース古いやつ仮にもう一回はめて、このエアのこのホースの先からエアを送ってやりますかね。今回それができるので、この先ですね、まあ、これ解体屋さんで切ったやつ、こうすればエアが逃げないかな。でピストン飛び出してくるので、手頃な板をつけてエアガンでここからエアを送ります。よしと、今みたいに勢いよくドーンってくるんで、まあ、何か当て板をねしといた方がいいですね。これで抜けました。ピストンの状態はこんな感じ、
うん、やっぱり意外と、まあ、多少ね、筋は入ってるけど、錆びてるとかっていうことでもないので、そんなに悪くなかったですね。まあ、今回変えちゃいますって、変えようと思って用意しとくと意外と錆びてなかったりとかね。まあ、そんなもんですね。あとはここにブーツがあるので、これも外します。そしてこの中に、オーリングですね。が1箇所あるので、これも外します。こんな感じで、オーリングが入っています。とりあえず、わらしは本当にこれで終わりかな。ちょっと中の状態を確認しますかね。今ちょっと一回ブレーキクリーナーで軽く掃除した状態の中ですね。映るかな？この溝が錆びてたりなんですけど、意外とこれ綺麗でしたね。中もね、錆びてないし、一回やっぱりやってあるのかな？さすがに。こんな綺麗なはずないですね。うん。いい感じです。とりあえずこの溝の部分、特にこの溝の部分ですね、さっきオーリングがはまってた部分、ここがサビとか汚れがたまりやすいので、アストロのですけど、こんな感じのやつですね。これは溝をほじる専用の工具ですね。これで地道にカリカリ掃除するんだけど、汚れをこう取っていくような感じで、まあこんな感じの形になっているんですけど、単純にその作業ですね。ちょっと地道に綺麗にしてやりますか。まあ普通にパーツクリーナーで磨いた感じですね。で、ちょっとこれから水洗いもう一回するんで、まあこのぐらいにしてちょっと洗ったら見てみます。そしたら引き続き他のものも綺麗にしていきます。まあグリスを落としたりとか、もう単純に掃除していくだけですけどね。特にこのブラケット側のピンが入ってた部分、ここグリスで満たされてるんで、中も古いグリスが固まったりしやすいので、貫通してるとね、まあちょっとは楽なんですけど、さすがにそういうわけじゃないんで。もう何かこういうもので突っ込んで綺麗にするしかないですね。まあただこういうところをちゃんと綺麗にしておけば違いますからね。ひたすら同じように清掃なんで、大変な割に動画的に撮れ高がないですね。まあこういうところの砂溜まったりとかもあるんで、まあ一応しっかり落としときます。こんな感じで結構出てきますね。まあ、今回ヤフオクでこれセットで買ったんですけどね、左右、まあ、バラバラに出品されてたりもするんで、バラバラに中古で買う場合で、それぞれ状態がまちまちだったりする場合もあると思うんですけど、多分これ同じ車両から外してますね。なんで、まあ大体これ綺麗にする前ですけど、中もさっき右側だったんですけど、右側と同じように極端に錆びてたとか、そういうことはなかったので、これから先ほどの右側と同じように、まあ頑張ってほじほじしたりとかね、同じような清掃をやっていきます。ちょっとここはカットします。両方きれいにしたところまで飛ばします。それでは左右、まあ大体きれいになったので、まあ中もね、一生懸命頑張ってきれいにしたので、最後に、まあ、脱脂の意味も込めてと、あとまあ表面についた砂とか細かいものはまだ落としてないので、水洗いをして乾燥させようと思います。これは普通にもう至って普通の中性洗剤と100均のスポンジですね。これで最後に洗ってあげます。まあ、ブラケット同じように、まあ当然ブラケットから何から最後によく洗っておこうと思います。ちょっとさすがにここも飛ばしますね。乾燥させるとこまでスキップしたいと思います。頑張って洗いたいと思います。
それでは水洗いして、で最後にもう一回ブレーキクリーナーでプシューっとこう拭いときました。まあ、水気飛ばす意味もあるんですけど、さっきのあのこのスライドのピンの中はちょっとあのグリスの混ざった茶色い汚れがまだ出てきましたね最後に。まあ、これで完全にカラッカラに乾いたので塗装前の最後の仕上げですね。次はこうマスキングをします。一応このネジ穴とか塗料入らないように、まあ、この当然ねこのピストンのところもそうですけどね、まあ、今回はちょっと地味な作業が多いですね。まあ、そんなに厳密にきっちり塗るわけではないのでざっくりですね、見えないところもあるし、まあ、今更マスキングのやり方でもないですけど、一応こうマスキングテープ貼って切っていくだけですね。ここなんかは特に見えないんでネジ山に塗料さえ入らなきゃいいですね。まあ一つの例で言うとこんな感じかな。まあ、つけてから全部組んでつけてから車両上で塗るというやり方もあると思うんですけど、まあ、この中古買って自分でリビルトする作戦は素人 DIY にとってはいろいろなところで使えますね。まあ、こう予備部品を買っていじるっていうのはやっぱり精神的な余裕があって素直に楽しめますね。車バラしてる時だとね、仕上がんなかったらどうしようとかいろいろあるけど、よしってなことを言ってる間にマスキングできました。まあこんな感じですね。普通にネジ山を、まあボルトの頭で実際隠れるところもあるんで、そんなに厳密にプラモデルじゃないんで、あのきっちりはやってないです。塗料入らないことを優先でピストンのところもねやってあります。さあ片側終わったんで、まあ片側さすがに飛ばします。で塗料の紹介とか次やりますね。今回塗装に使うのはこれブレーキ関係熱を持つので、まあ、こういった専用の耐熱塗料ですね。キャリパー塗装とかって検索したりとか、まあ、耐熱塗料とかっていうとブレーキ用のが出てきますね。その中でもこれです。今回買ったのは Amazon で3600円、まあ、結構高かったですね。なんでこんな高いの買ったのか記憶にないんですけどスプレーとかでもっと安いものがあると思うんですけどね。宮古自動車工業というところが作っているものです。これピンときた方いるかもしれないですけど、あのそれこそね後々使うカップキット、ブレーキのあのゴムのブーツとかそういうものをブレーキ関係の社外品ですね作ってるメーカーのものです。で色が何種類か、まあ、赤とか定番のパッケージはまあ赤だったりするんですけど、まあ、今回は自分はシルバーを選びました。またアマゾンのリンク貼っておきますね。色も結構あるんでまあまあいいんではないでしょうか。でスプレーではないので筆塗りですね、ハケ塗りで塗っていきます。ちなみにちゃんとハケも1本ついてます。下側は何か入ってるのかと思ったら何も入ってなかったこの塗料が入ってるだけでしたね。ちょっと針金でこれを釣ってハケで塗っていきます。塗装するためにマスクをしたのでちょっと喋れなかったんですけど、見てもらった通り非常にですねサラサラの塗料で塗りやすかったですね。まあ、ちょっと4つあって形が複雑なものだったんで塗るの大変でしたけど、まあなかなか楽しいこれは作業でしたね。でまあまあ見た目綺麗に塗れたんですけど、ちなみにシルバーの色合いですねはこんな感じ、結構明るいシルバーっていう感じですかね。で今回こんな感じでハケ塗りの塗料にしたのはちょっと今言ったように形が複雑なんで、こうくる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 回しながらスプレー吹いていくのがちょっと大変かなと思ったんで、あえてハケ塗りにしてみましたけど、まあ、さっき言ったようにサラサラで塗りやすかったんで、まあ、全然苦じゃなかったですね。まあ値段はちょっと高かったですけど、まあまあ良かったと思います。でなおかつこれ3分の1ぐらい紙コップに入れて塗ったんで、ただまだ結構余ってますね。でちょっと乾いたらまたホローのためにもしかしたら塗り忘れてる角度とかがあるかもしれないんで、まあ、ちょっと塗ったとしてもこの K のキャリパーブラケットフロント左右塗って、まあ、半分もあれば十分足りる感じだったかな。まあ、この塗料に関してはそんな感じでしたね。まあそこそこ
さすがに刷毛塗りなんでムラもありますけど、まあまあこんな感じの仕上がりですね。まあ、今回はうまくいったんじゃないかと思います。さすがに乾燥までに1日置くので見た目には変化ないと思いますので、とりあえず今回の動画はここまでにしようと思います。で、次回の動画になるかわからない、ちょっと他の動画も挟むかもしれないんですけれども、このブレーキ、フロントブレーキに関しては次回は乾いたですね、キャリパーにいよいよピストンとか新しいブーツとかですね、組むところまでやりたいと思います。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。